リズさん、そこにある弓をこちらに持ってきてもらえますか。はーい。あ、こっちにある剣はどうしようか。あ、それはまだ手入れをしていないので、そこに置いたままで。あー、どうしたのルキナ。虫がものすごく大きくてわざわざしている。虫がどこどこ。リズさんの足元です。待っていてください。すぐに私が倒します。足元。あー、何これ、ワキワキしてる、気持ち悪い。リズさんに手出しはさせません。運命を変えます。待って、ルキナ、それお兄ちゃんの剣だけど怒られちゃわないかな。お父様の剣でしたか。ならば虫退治の道具になどできません。ああ、そうこうしてる間にルキナの足元に。え、ああ、こっちに来ないでください。気持ち悪いよ。でも私が倒すしかないんだよね。行くよ、必殺。リズさん、あまり斧を振りかぶらないでください。天幕が。本当だ、危なかった。かくなる上はこのマントを犠牲にし、敵をくるんで自由を奪い粉砕しましょう。そんな、そのマントを二度と使えなくなっちゃうよ。リズさんには指一本触れさせません。さあ、覚悟。あれ、もしいなくなりましたね。天幕の隙間から出ていったのでしょうか。そっか、よかった。はい、どっと疲れたよ。はい、ここ最近で一番ね、疲れたかもしれません。リズさんには迷惑をかけてしまいましたね。やはり次は私が仕留めます。滅殺です。あ、私の覚悟を笑ったんですか。違うよ、大騒ぎしたのが楽しくてつい。ルキナだって笑ってるじゃない。そうですね、なぜか楽しくなってしまって。ですがその原因が虫というのだけは耐え難いです。昔から虫は苦手で。きっとそれは私に似たんだよ。私も虫は大嫌いだもん。こうしてるとなんだかルキナと家族って感じがして嬉しいな。家族ですか。私も嬉しいです。ねえねえ、もっと似てるとこはないかな。好きな食べ物とか得意なこととか。親戚同士なんだし、もしかしたらもっと似てるところがあるかも。そうですね、リズさんとはもしかすると似た者同士なのかもし。どうしたの、ルキナ。え、私の足元。任せてください、リズさん。今度こそ私が。